こんばんは、ベーシストのどうもです。今回の動画ではまたベースの花形であるスラップについてお話をしようかと思います。その中でも特に手数について着目をして話をしていきます。スラップを覚えたんだけれどもなかなか手数が増えないっていう人、どういった風にスラップのフレーズ増やしていけばいいのかなって考えている人、この動画でぜひ覚えてください。中では僕の、よく使う手癖のフレーズも一つ紹介しています。そのフレーズを介して、いろんなね、フレーズを発展させていくための手がかりにしていただければと思います。では本編に入っていきます。まずスラップなんですけれども、改めてスラップの説明から。スラップってこの通常指で演奏する2フィンガーとかね、フィンガーピッキングに対して親指と人差し指でっていう風にね、弦を叩いて引っ張るっていうような動きで、演奏していくスタイルになります。低音弦側を親指で叩く、で高音弦側を人差し指ないし中指で引っ張るっていった風な組み合わせで演奏していきます。これが通常の指弾きよりもこの音が派手だったりとか、より早く演奏することができるんですね。例えばね、この左手でアタックするっていうアプローチがあるんですけれども、これと右手の叩く引っ張るっていう組み合わせによって通常のタタタタって弾いていくよりもより早く演奏することができます。で、こういった風に音色が派手だったりとか、より早く演奏ができるっていうことが理由でスラップってこうね、ベースの中でも花形として扱われて、みんなが憧れて練習するような奏法になります。で、その憧れの中でどうやって手数を増やしていくかっていう話、改めて考えてみるとスラップの動きって本当に基本的には3つしかないんですね。今まで言った親指で叩くっていう動き、人差し指の中で引っ張るっていう動き、左手でアタックをするっていう動き、この3つの組み合わせ、これをいろんな方法で組み合わせていくことでいろんなフレーズが生まれてきます。で、中にはね、この親指をピックみたいにこう上げ下げしてっていう風にサムピングの上げ下げをするサムアップダウンって言われる演奏方法とか、人差し指中指のどっちも使って2回引っ張る2プルダブルプルって言われるような演奏方法もあるんですけれども、今回その特殊な発展形についてはもう一旦置いておきます。忘れてください。基本は右手で叩く、引っ張る、左手でアタックをするの3つのパターンで構成されていると覚えてください。ここで様々なパターンがこの3つから生まれるっていう風に言ったので、まあこの組み合わせをね、いろんなパターン考えていくとどんどんフレーズって増やしていくことができるんですね。でも逆にフレーズ増やせない人ってなぜかっていうと、このパターンを覚えてないんですよね。まあ覚えるというか体に入ってない。それがゆえに順番に演奏を出すことができなくって手数を増やしていけないっていうのが一番の原因になります。で、通常であればそのいろんなベースプレイ、例えばスラップで有名な人だったらマーカス・ミラーとかラリー・グラハムとかルイス・ジョンソンとか、そういうマーク・キンとかね、そういったいろんなプレイヤーがいるんですけれども、そういうプレイヤーの演奏を聞いてグッときたものというか、おかっこいいじゃんって思ったものを自分でコピーしてこう体に染み込ませていくっていうのが一番の理想なんですけれども、今回は汎用的に使えるフレーズを1種類紹介します。1小節だけのフレーズなのでぜひ覚えてください。そのフレーズがこれです。まあ、すごくシンプルなんですけれども、スラップの基礎も今後ね、いろんなフレーズコピーしていくときにむちゃくちゃ出てくるパターンです。ゆっくり演奏すると4弦の開放を左手でアタック、で右手でアタック、で後半は3弦の5フレットを叩く。で、左手のアタックは今回せずに、右手でもう1回ゴーストノート、ミュートをしながら叩いて引っ張る。っていう順番ですね。もう一度、ご紹介します。4弦の開放を鳴らす。左手でアタックをする。で、ミュートをしたまま右手でアタック、引っ張る。で、次に3弦5フレットを叩いて、でゴーストミュートをして右手で叩く、引っ張る。これを順番にやることでっていうフレーズになります。前半は、後半は。で、このポイントなんですけれども、この3つの動き、叩く、引っ張る、左手のアタックっていうこの3つの動きを全部組み合わせてるっていうのがまずポイントです。このね、組み合わせ方っていうか、これを順番にタイミングよく鳴らせるように練習するっていうのは重要なので、この組み合わせを覚えてみてください。で、前半と後半でね、ちょっと意味があって、前半は、っていうようなね、このタカ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 っていう4つのフレーズなんですけれども、
後半は3つしか音鳴らしてないです。1つ、最初の5フレットの音を伸ばして、前半は、後半は。で、ここでポイントなのが、右手の動きっていうのは同じリズムで動いてるんですね。どっちも、っていう動き。タッタカタッタカっていうような動きをしています。この動きね、前半も後半も同じ動きをしてるんですけれども、同じように感じさせない。左手のアタックが入っていたりとか、ルート音が変わっていることで、全然同じようなイメージで聞こえない。これがすごく肝になっていて、そんなに前半と後半ってむちゃくちゃな差はないんですよね、動きとしては。なんだけれど、全然違うものに聞こえてくる。こういった微妙な差が、このスラップとかね、ベースライン作っていく上で重要な差になってきます。なので、このフレーズを通して覚えてもらえたらなと思います。で、最後にもう一度。もちろんさっきみたいに前半だけ、後半だけとか、それぞれ練習してもらうのも非常に有効です。で、これコピーしてみることで、この好きなタイミングで入れれるようにっていうところまで、練習してもらえれば、あなたの身になってこういつでも使えるような武器になってくるかと思います。ぜひ覚えてみてください。で、今回の動画ではね、こういった手数を増やしていくためのパターンを覚えましょうっていう話、そのためにいろんなフレーズをコピーするのが一番いいんだけれども、今回はよく使えるようなフレーズ、汎用的なフレーズを一つ紹介してみました。この動画が良かったって思われる方、高評価、またね、コメントで感想を聞かせてもらえれば非常に嬉しいです。他にもいろんな動画、役に立つものをアップしていますので、動画一覧からぜひチェックしてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。